西パプア共和国はニューギニア島西部地域にかつて提唱された未承認国家。インドネシアが領有主張を行っている地域であり、1963年5月1日以降はインドネシアによる占領下にあり、インドネシア語では西イリアン、イリアンジャやパプアなどの名称で呼ばれている。現在、地域はパプア州、西パプア州というインドネシアの2つの州になっている。 この構想はバヌアツ、ソロモン諸島の支持を得ており、2010年にはバヌアツ議会で外交政策として西パプア独立の達成を支援することを公式に宣言するウォンテックブロングユミビルという法案を可決している。またバヌアツ議会は西パプアに対してメラネシア先法グループと太平洋諸島フォーラムでオブザーバー資格を付与することを要求することを提案している。 ニューギニアと西部は1855年以来、オランダ海上帝国の一部、オランダ領東インドの一部として統治されており、オランダ領ニューギニアとして知られていた。第二次世界大戦後、1949年には、インドネシア独立戦争を経て、インドネシア連邦共和国が独立し、地域の主政権が譲渡された。その後オランダの影響が強かった、連邦各国は統合され、 インドネシア共和国となる。オランダは1970年までに周辺地域の植民地経営からも撤退することを計画していたが、ニューギニア島は民族の違いもあるため、インドネシアへの譲渡を拒絶。ニューギニア島では独立に備えたパプア化が行われ、パプア義勇軍が結成されるなど、紛争状態となっていた。1961年2月。 オランダは知事に助言を行うパプア人代表団体としてニューギニア議会創設のための選挙を計画した。議会は将来国家のための政治宣言を準備するために全国委員会を任命した。1961年12月1日、知事所在の議会ビルで明けの明星期、我が地パプア、国称、標語の制定式が行われ、国名として西パプアが提案された。 オランダ政府は国旗ではなく地域旗として承認していた旗の名称を除いて声明を了承した。これに対しインドネシアはオランダによるパプア地域分離独立の動きに態度を降下させ、1961年12月19日に西パプアに進行、占領、パプア紛争となる。紛争の朝廷にはアメリカ合衆国が乗り出し、 1962年8月15日、ニューヨーク合意が締結された。これによって、ニューギニア島西部に西イリアン国際連合保安隊が派遣され、その後1963年5月1日にインドネシアに統治を移管した。合意では1969年までに地域の統治を自己決定することとされており、インドネシアは1969年にこの地域で、 自由選択権の行使と呼ばれる選挙が行われ、全員合意のもと、ニューギニアと西部は併合された。しかしながら、この選挙にはインドネシアが選んだ1000名程度の人間しか投票できず、その後も紛争が続くきっかけとなった。1971年7月1日、独立運動自由パプア運動の指導者、セス・ジェフ・ェス・ローム・コレムが、独立共和国としての西パプアを宣言し、 明けの明星期を国旗とした。1988年12月14日、トーマスワインガイが、西パプア住民のメラネシア人アイデンティティを名に、表した西メラネシア共和国を宣言した。西メラネシアの旗には左側に、緑地で14の星があり、右側が赤白黒の三色旗となっている旗が紹介された。二千十一年十月十九日、西パプア国家機関の指導者、 フォルコレスやボーゼームバットは、扇馬党国賞とする西パプア連邦共和国を宣言した。2014年12月、前、西パプア独立運動組織を参加に収める、組織西パプア統一解放運動が結成された。2017年11月9日、OBM の武装派である西パプア国土解放軍が8日後に、インドネシア陸軍が奪還するまで、 グラスバーグ鉱山近郊のキンバリーとバンティの支配権を握った。ありがとうございます。